黒の思想者は、1962年に発表された、梶山俊之の経済小説。乗用車メーカーを舞台に、ライバル会社間で新製品情報を抜き合ったり、ネガティブキャンペーンを仕掛ける産業スパイの姿を描いている。1960年秋、タイガー自動車大阪支社の課長をしていた、朝比奈豊は、同期の親友で、本社企画一課長だった柴山が、 事故死したことで、急遽公認となるとともに、新部署、企画 PR 課の課長を極秘に兼務する。企画 PR 課は、産業スパイを実行する部隊だった。その少し前、発売されたばかりのタイガーの高級車、パイオニアデラックスが、静岡県掛川市の踏切で停止して特急、桜と衝突する事故が起き、無事故歴7年という運転者は、 欠陥車という告発を記者クラブに持ち込んでいた。バイオニアデラックスのデザインが他社に流れたこともあり、芝山はこの事故が何者かの工作ではないかと疑って調べていた矢先に不慮の死を遂げたのだった。後を受けた朝日奈と会員の調査で売った車と事故車のエンジン番号が異なることが判明する。すると、今度は事故車の車体を積んだトラックが タイガーを告発する横断幕をつけて銀座を走った。マスコミサタにはならずに済んだが、その背後関係を探ると、ライバルの富士自動車の影が浮かんだ。芝山に最後に会ったという販売会社の女社長が、富士のスパイという情報も入り、その関係を洗うも、決定的な証拠はつかめなかった。事故者の本来の飼い主である銀座のバーのマダムが、 芝山と関係があったという話も流れてきた。朝比奈は上京した大阪時代の愛人、政子をこのバーに勤めさせる。その一方で、朝比奈は企画一課長としてパイオニアデラックスの下回りを活かしたスポーツカーを提案、トップシークレットとして進めることが幹部によって決定し、ライバル社がスポーツカーの開発生産に乗り出すかどうかの調査を極秘に命じられる。 翌年2月、タイガーが新たに売り出したスタンダードの販売価格が同日発売の富士のエンペラーよりも高いことが判明する。価格情報の漏えいを調べた朝日奈は最終決定をした病院で会話が盗聴されていたことを暴き、容疑者と見られた専務秘書は大阪に移動となる。ライバル者の調査と牽制のため、朝日奈は地方拠点や ローソの先住者から情報を吸い上げたり、大衆者を作るという偽の社内報告書を作ったり、採用手の名古屋の技術者を名乗る情報売り込みの手紙が来たことをヒントに、偽の情報売り込みを名古屋に仕掛けたりする。だが、名古屋の企画室長、マダラはしたたかで、偽情報売り込みは成果が出なかった。名古屋はスポーツカーの開発に乗り出していた。朝日奈は、 名古屋の情報を売り込もうとした相手と接触し、名古屋のスポーツカーの設計図入手を図る。さらに、真渡りが政子の勤めるバーの常連として、まだらと寝ることも政子に認めて、会議情報を盗ませた。名古屋の会議を、向かいのビルから覗き見して、スポーツカーを出すことは、確実とわかり、朝日奈たちは、価格情報の入手に全力を注ぐ。今度は、会議を、 向かいのビルから8ミリで撮影し、独身術のできる、老学校の教員に見せて、価格を探り出した。10月、名古屋を下回る価格をつけたタイガーのスポーツカーは、自動車ショーで、注目の的となる。車内にいたスパイも突き止め、朝日奈は、マサコと結婚の約束を果たそうとしたが、マダラから、スポーツカーを送られたというマサコは、自らの正体を明かしたと話して、 それを断った。雅子が去った後、朝比奈は惨めな思いにとらわれていた。1962年に書き下ろしでに発表された。単行本は公文社、将来社、文庫は角川書店、公文社、岩波書店から出版。梶山の経済小説としては最初期のものである。作中には当時の世相や物価が詳細に言及されており、梶山は 意図的にリアリティを盛り込むことで当時人気の源氏形態によるサラリーマン小説との差別化を狙ったという。編集者を務めた種村末広によると中園英介の政治スパイ小説に続けて経済スパイ小説を出すことを考え後藤昭夫の紹介で梶山に執筆を依頼したという。題材とする業界については薬品、電化製品、 カメラと案が出ては没になり、最後は梶山の提案で自動車になったと種村は記している。事実上の続編として同じくタイガー自動車のラリーチームを主な舞台とした傷だらけの競争者がある。大英により映画化され1962年7月1日に公開された黒シリーズの第1作上映時間94分モノクロ。 設定やストーリーは原作から大きく改変が加えられている。小野田の役職は企画第一課長で取締役ではなくなり、朝比奈は管理職ではない。ライバル社は大和一社のみで、マダラはこの会社の人物となっている。また、映画版のタイガー自動車は事務部門も含めて全て郊外の工場の中にある設定である。宇佐美雅子に関西出身という設定はない。 ストーリーは原作の複数車種の話をパイオニア一つの内容に置き換え行動でテスト中のパイオニアの事故が業界史に流れるという原作にないエピソードから始まるライバル社の設計図を入手する経緯はライバル社技術者が副社企業者から不正にリベートを取っていたことをネタに揺する形になっているライバル社の会議を撮影して 独身術のできる人間に解読させるエピソードは同じだが価格競争でタイガーが勝つ原作に対して映画版ではそこでタイガーの価格情報が漏れてより安い価格で売ることがわかり朝日奈たちが驚愕する正反対の内容である原作では冒頭に置かれる踏切事故のエピソードは映画では後半となるパイオニア発売後に起こる結末も スパイ行為に疑問を感じた朝比奈がタイガーを辞め、雅子と結ばれる、逆の形で終わっている。ありがとうございます。